よし、今回も順調だね。ああ、エンドの計画通りというやつだな。さあ、今日も始めよう。エンドのエンドによる最悪のデスゲームを。こんばん、いなり寿司。俺はエイミー。いろいろあって死刑囚となり、今はエンドの手下として働いている。隣にいる男はリックで、同じく死刑囚でエンドの手下。俺たちの仕事は、エンドに任されたデスゲームを開催し、死刑囚や凶悪犯をかき集め、仲間になれる存在を選別することだった。よし、今回の生き残りはお前たちだ。しっかり働いてもらうぞ。それから腕を出せ。なんだよ。結局殺そうってわけ？違う、単純に裏切り防止と動向の把握だ。この注射器の中には超小型 GPS が入っている。エンドの傘下に入る人間すべてに打ち込む義務があるんだ。それで生き残れるんだから安いものだろう。それとも今ここであいつらと同じ凄惨な死を迎えたいのか？わかったよ。私たちのやることはエンドのことを同業に広めればいいのよね。今のところはな。現場に駆り出されることもあるだろうから、その際は必ず応じること。いいな。こんな感じでリックは現場を取り仕切ってくれている。もともと頭脳派で頭の切れるやつだし、俺なんかよりよっぽど適任だ。そして俺の役割は、エンド、6回目のゲームが終了したよ。今回の生き残った仲間のデータを転送しておいたから。ありがとう、助かるよ。君たちを含めて15人か。まあまあ集まったね。そっちの研究所は順調なの？ああ、問題ない。それからレイの計画だけど、そろそろ動かそうと思っているから、リックにも伝達しておくれ。ああ、ついになんだね。共に夜明けを迎えられる日が楽しみだよ。やあ、バイス、今ちょっといいかな？あなたがアポなしで、しかもモニターをジャックしてくるなんて初めてのことじゃないですか？申し訳ない、ちょっと急いでいたものだから。大方察しはついています。エンドの件でしょう。ご明察。その分だと詳細な説明は不要だろうが、確認の意味も込めて説明させてもらうよ。ここ数ヶ月、巷を騒がせている最悪の殺人鬼の悪名は届いているね。ええ。君が動かし始めた暗躍部隊でエンドが稼働してることは知っている。僕も一緒に任務に出ているからね。そしてこの悪名が広がるようになったのは、君がエンドに単独任務を許可し始めた頃からだと推察しているんだが、それを見たら全てが終わる。最悪の殺人鬼エンド。しかし今巷を騒がせている理由はエンドを恐れているからだけではない。エンドが手下を揃えているという話だ。しかもそのターゲットは凶悪な殺人鬼、犯罪者に限定されているという。そしてその噂を恐れて、ここ数ヶ月の犯罪率は劇的に低下しており、町の治安も向上。世間ではエンドを祭り上げる動きさえ出ていると聞きます。そこまで知っていて、なぜ君はエンドを野放しにしている？僕はね、君がエンドを管理するという言葉を信頼して任せていたんだよ。これじゃあ判断がつかなかったのです。なんだって？我々の殺し屋家業と彼が行っている殺し、どちらに善悪があるというのでしょうね。依頼人がいるかどうか以外に大きな違いがあるとあなたは説明できますか？バイス。もちろん独自に調査していましたよ。でも彼が一般人をむやみに惨殺しているという情報は一切出てこない。むしろ法で裁けない凶悪犯罪者たちを惨殺していく彼らに被害者や遺族は感謝しているというこの現状。所詮殺し屋家業でしかない我々に、どこまでエンドの行動を咎め制限することができるのか。君の言い分はもっともだ。でもね、彼がやっていることはただの自己満足でしかない。必ずどこかで道を踏み外し、己が信じる道を突き進むためにあってはならない犠牲が生まれることは目に見えている。人は自分の正義を盲信過信した時にこそ
取り返しのつかない過ちを犯すんだ。シュクレ。エンドの暴走は止めなければならない。彼が危険な存在であることに変わりはない。そして、僕たち殺し屋家業に正義はないと言ったね。もちろん僕もそう思うさ。でも、通さなければならない義理や仁義は重んじているつもりだよ。彼はそれがない。信念も足かせもない人間が行う殺しを、殺し屋だからこそ容認してはいけないんだ。わかりました。こうしていても仕方がありません。エンドを尋問しましょう。僕とシュクレ、それからシュガーにも立ち会いをお願いしましょう。すでにいるわ。そんなことだろうと思っていましたよ。頼りになります。エンドと通信をつなぎますね。いや、そろそろ来る頃だと思っていたよ、バイス。言い訳があるなら先に聞きますが。言い訳なんてないよ。僕はね、ずーっと考えていたんだ。シュクレ・アルカラムになるという目的がついえた今、僕が求める命の使い道をね。それが結果的にアルカラムを裏切ることにつながるとなぜわからない。君の命はバイスに管理されているんだぞ。あは、君たちは確かに素晴らしい優秀な殺し屋一族だ。世界でも君たちのような一族は類を見ないだろう。けどね、君たちには決定的な弱点がある。弱点ですって？上さ、君たちは最終的には善人なんだよ。どれだけ人を殺そうが血で濡れようがね。それが僕と君たちとの決定的な違いなんだよ。なんだ今の音、爆発音か？君たちはね、善人ゆえに僕を信用しすぎたんだよ。今日、白のアルカラム邸の人員は手薄になり、セキュリティシステムに依存することは知っている。さらに言えば、白のアルカラム邸から最も近い距離にある。赤のアルカラムの人間も全員で払っていることもね。貴様、僕の命を管理していると言ったが、それはこちらも同じだよ。僕を殺すということはバイスも死ぬということだ。アルカラムの課長をそう簡単に殺せるのかい？エンド、お前一体何を企んで？そう叫んだ瞬間、地下室の天井が大きく崩れる。バイスは驚いて立ち上がるが、時すでに遅し。まんまとやられたね。エンドは地下室から脱出した後だった。そんな、屋敷のセキュリティは完璧だったはず。もしかしたら長い時間をかけてハッキングされていた可能性があるわ。そんなバカな。ありえない。なんてことはありえない。私たちは彼の言う通り、彼を信頼しすぎたのかもしれないわ。シュガーの言葉にバイスも僕も黙り込む。ああ、そうだ。本当は彼を信頼し、彼が仲間になってくれるのではないかと考えていた。実際暗躍部隊での彼の活躍は頼りになったし、ガーナや他の子供たちにも修行をつけてくれていた。彼はひょうひょうとしてつかみどころのない男ではあったが、僕に対する執着が抜けたことで更生の余地があると信じていたのに。まあ、これではっきりした。彼をアルカラムで縛ることはできない。それなら彼を世に放ってしまった責任を負うべきだ。ええ、そうですね。とにかく今彼に対する情報が少ない。ショコラたちに協力を仰ぎ、可能な限り情報を集めましょう。こうして僕たちはエンドの情報探しに奔走。しかしエンド、いや彼らたちは意図的に情報を垂れ流していたらしい。この映像は一体？ショコラから送られてきた URL のものよ。海外サーバーをいくつも経由していて、削除することはかなり難しいらしいわ。その映像に僕たちは言葉を失った。それはおそらく犯罪者と思われる人間たちが様々な手段で拷問され、死に追いやられる映像だったからだ。こ
なものをネットに流すなんて、どうかしてるぞ。おそらくこれもエンドの作戦でしょう。ただ、悪名を垂れ流すだけでは現代では通用しない。映像という誰が見てもわかるツールを使うことが重要なんです。でもこれだけではエンドがやったと確定できないんじゃ。待て、シーンが変わったぞ。いや、僕はエンド。次この場所へ連れてこられるのは強盗殺人を犯した君かな？それとも薬物売買に手を染めた君かな？いや、もしかしたら身近な人間を苦しめているような小さな犯罪者かもしれない。忘れてはいけないよ。それを見たら全てが終わり。君の瞳に僕が映らないことを願っているよ。まったく、狂気じみているね。ショコラから追加で情報が届いたわ。この拷問施設では必ず一人か二人生き残るシステムになってるみたい。そしてその生き残りがエンドについて吹聴する。映像にも映っている人物だから、その人物を見ている人間ならピンとくるってわけね。その生き残りというのは意図的に選んでいる可能性がありますね。もしかすると自身の仲間に引き入れる人間を選別しているのでは。この動画のタイトルを見てごらん。デスゲーム。死のゲームに生き残った人間を仲間に。ヘドが出るね。珍しいわね、あなたがそこまで怒りをあらわにするなんて。僕たちは殺し屋だ。依頼人の希望があれば、もちろんターゲットが苦しむ方法で始末することもある。でもこんなのはただの惨殺だ。線引きが難しいところではあります。理論的に違いを説明することは難しい。でも感情論で言えば、僕もシュクレに同意ですよ。こんな恐怖で世界を支配しようとするような動きは断じて容認できません。そうだ、それだよバイス。僕はこの圧倒的な力で対象を支配しようという考えがどうにも許せないんだ。ストンと落ちてきたよ。ありがとう。いえ、僕もいろいろ違いについて考えた結果ですよ。ちょっと待って、ショコラから新しい URL が届いたわ。緊急で開くよう言われているから、バイスの PC に転送するわ。シュガーがそう言って転送してきた映像が、バイスの PC で再生される。それは、先ほど同様動画サイトのようだったけど。これ、生配信かい？見たところ、マフィアと交戦中のようですね。相手は薬、人身売買、武器密輸と何でもありの無法者で、最近裏社会でも問題視されるようになったら遅組よ。あ、ほら見て、エンドが上空から爆弾を落としたわ。こんな一方的な殺戮行為。問題なのはそれだけじゃないの。今日あの場所にカカオとガーナがいるはずなのよ。なんだって？今すぐ向かいましょう。エンドにマフィアに厄介すぎる。シュクレ、私たちはすぐアルカラム邸のロボ犬でバイスに合流しましょう。了解した。こうして僕たちは大急ぎで現場へと向かうことに。頼む、間に合ってくれよ。いいね、いいね。もっと逃げ惑うといいよ。カメラ映えして最高だ。すっげえ、ほぼ根絶やしじゃん。いや、生き残ってる連中がいるぞ。なんだ、あの赤髪の連中。くそ、どうなってる。爆弾を投げているのはエンドか？マフィアの基地を破壊する任務だったはずなのに、なんでこんな命の危機に？ていうか、エンドってアルカラム側に改心したんじゃないの？でもあの様子だと僕たちのこと絶対分かってて投げてるだろう。一体何を考えてるんだ？ああ、君たちがいるのは知っていたよ。知っていて、わざわざここを選んだんだからね。は、どういうことよ？決別の時ということだよ。エンド！バイス？なんだ？どうなってるんだ？カカオ、ガーナ、無事でよかった。エンドに近づくな！お父さん、お母さんも？一体何
か。かいつまんで説明すると、エンドが裏切りました。そして彼は自分の仲間を秘密裏に集め、恐怖で人をコントロールしようとしています。彼を引き入れた責任を取るために、今日ここでエンドを始末します。何が何だかわからないが、最悪の殺人鬼エンドの復活という話は聞いている。そのうち事情説明があるかと思ったが、予想以上に厄介なことになっていそうだね。カカオたちが襲われれば、必ず君たちが来ると分かっていたよ。さあ、ここが君たちの墓場になるんだ。あなた、ずいぶん余裕ぶってますけど、忘れていませんか？あなたの首にセットしてある爆弾のことをね。そう、バイスに確認したところ、彼の首にセットしてある爆弾は生きているということだった。あれだけはいじればすぐにバイスに知られてしまうため、彼も外すための操作を試すことができなかったのだろう。そしてこのマフィアの拠点を選んだ理由をカカオたちがいるからと言ったが、おそらくそれは二の次のはず。彼は首の爆弾のせいでバイスとそう遠く離れた場所には移動できない。ここが彼がバイスをおびき寄せられる限界地点だったと考えるのが妥当だ。この忌々しい首輪も今日でさよならさ。さあ、ショータイムだ。ギギャー、ガナ、爆弾で操作。はいだにゃ。カカオに言われガーナが投げた爆弾のおかげで銃弾は相殺。その間にシュガーが援護射撃を始めた。僕もそれに応戦してお腹に仕込んであるミサイルを発射させる。しかし、はぁ、君たち、僕のボディはそんなもんじゃ壊れないよ。ち、やはりエンド、敵に回るとこれほど厄介な存在はいないわね。相手は空を飛び、しかも体から無数の強力な攻撃を放ってくる。しかも今の彼には、エイミー、聞こえているかい？標的情報を送った。それに照準を合わせて例のものを発射しておくれ。了解。ガナ、危ない。これは、まさか、硫酸か？エンドの合図で放たれた丸い玉がバイスを直撃。すると、皮膚から煙が上がり、ただれ始めたのだ。すぐに手当てを。僕に構うな。次が来るぞ。上空から全く予想できない攻撃が飛んでくるんだ。しかもあいつは、僕たちを即死させることに重きを置いていない。おそらく拷問のパターンを試している可能性がある。より苦しむ方法を取るはずだ。それなら体がどうなっても構わない。私たちが前に出るわ。一旦あなたたちは引いて。あははは、いいね、苦しむといいよ。君たちアルカラム一族を苦しめるほどの拷問を僕たちが有していると世間に知らしめる最高の機会だ。やはり最悪の殺し屋エンドは、本気を出したら僕たちが束になっても勝てる存在ではなかった。しかも今彼には引き入れた仲間の援護に加え、どうやらかなり残虐で殺傷性の高い拷問器具も有しているらしい。状況的に言えば最悪。しかしバイスの表情はなぜか追い詰められているようには見えなかった。バイス、何か策でも。シュクレとシュガーはロボ犬の状態なら人を抱えて飛べるんですよね。ああ、50倍の重さまで抱えられるが。ちょっと待て、君まさか。5秒数えます。なるべく遠くへ。わかった、シュガー。僕の掛け声にシュガーはすぐに状況を察知し、カカオを抱える。僕もガーナを抱え、すぐその場を離脱した。母さん、どうして逃げるんだ。バイスは。バイスがまだ。これはオサの命令だ。そういえばわかるだろう。オサ命令、一族の最高権力者からの命令であり、僕たちにとってそれは絶対。そしてこの命令が何を意味するか、
僕たちは理解している。あなたをあの時生かすと判断したのはこの僕だ。その責任を今ここで果たしましょう。ふん、押させないよ。君のその両腕切り落としてやる。あとは頼みますよ、赤の一族。その言葉を最後にバイスは首元のスイッチを押した。バイス、バイス、しっかりするんだ。おい、よかった、生きてる。エンドは、わからない。コッパみじんに吹っ飛んだ。バイス、君もしかして。ええ。火薬の量は最初から調節済み。僕の方は死ぬか死なないかギリギリの量。エンドはサイボーグの体を吹っ飛ばせるくらいの量を入れてありました。それにしたって危険な賭けすぎるわよ。アルカラムの長を失うなんて今はまだ考えたくもないわ。まあ。僕の後任となればシュガーが選ばれるでしょうからね。まだまだ厄介事を処理するためにも死ねませんが。はあ、やっと爆弾から解放されたよ。どうして。全員が驚きのあまり言葉をなくし天を仰いだ。無理もない、粉々に吹き飛んだと思われたエンドが上空から現れたのだから。今回のこの騒動はね、この首輪を爆破してもらうことが目的だったのさ。僕はシュガーの AI 化資料をほぼ全てハッキング済みでね、僕の AI 化は完成している。なんですって。僕のこの体は優秀な科学者を仲間に引き入れたことで完成することができた。メンテナンス施設ももう必要ない。なぜなら僕の意思本体は AI として存在しているから。その場しのぎのボディがあればいいんだからね。このままお前はそうやって殺戮を繰り返そうというのか。シュクレアルカラムになり変わるという当初の目的はもはや朽ちた。今の目的は世界にとって僕が圧倒的な抑止力になること、世界の犯罪者が最も恐れる存在となること、圧倒的な恐怖と力で世界を制する。それのどこが悪いんだい？貴様！我々はアペルピシア、ギリシャ語で絶望。我々はこの世の絶望になるために生まれ変わるんだよ。君たちアルカラムには感謝している。僕がこうして新たな目的を見出しさらなるステージへと登ることができたのは間違いなく君たちのおかげさ。でも次再会した時僕たちの敵になるのであれば容赦はしないよ。それでは再び相まみえないことを願っているよ。エンドはそう言い残し遠くの空へと消えていった。そしてその後エンドが宣言した組織アペルピシアの名は世界に轟き、裏社会で最も凶悪な存在へと成り上がっていくこととなる。さあ次に僕を瞳に映すのは誰かな？